ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。パーフェクトグレードバンシーノールの制作、今回から、胴体部分の制作に入っていきたいと思います。それで今こちらに切り出してますのは、バンシーノールの胴体部分のパーツなんですが、まあ、主に、内部フレーム、それからサイコフレーム、そして、まあ、この辺はお腹の部分のパーツですね。その部分のパーツになります。それで、今回はですね、結構塗装をやって作っていこうと思いますので、こちらにですね、塗料を2つ用意してます。でまあ、両方ともグレーっぽい、カラーなんですが、こちらですね、ジャーマングレーですね。そしてこちらが、グレーバイオレットという色で、こちらの2色を使って、一応内部フレームとか、あとはこの、まあ、外側に露出するお腹の部分ですね、こちらのパーツとかを、塗装していきたいと思います。で主に、このジャーマングレーですね、ジャーマングレーで、まあ、内部フレームですね、この辺とか、まあ、こういうとこですね、要は、ABS 樹脂のパーツになりますけれども、そちらを塗装していこうと思います。それで外側に露出するこのお腹の部分ですね、こういったパーツに関しては、このグレーバイオレットですね、こちらの色で塗装をしていこうと思ってます。それであと、まあ、ちょこちょこね、色を変えた方が面白そうだなっていうところは色を変えようと思ってますので、それは、まあ、その都度ご紹介していければなと思ってます。それで、あとサイコレームですね、このサイコレームに関しては今回 LED ユニットを組み込んで、光らせるっていう形を取りますので塗装とかはせずにこのまま使っていきたいと思います。まあ好みによってはですね、この辺を、まあ、光沢系のコーティングをする方もいらっしゃるかとは思いますが、まあ、僕はちょっとこう、まあ、艶消し風というか、こうサイコフレームに関してはこうぼやっとこう光る感じというかですね、まあ、テカテカあまりしない方がちょっと好みなので、今回はこのままですね使っていきたいと思います。それで早速塗装に入っていきたいんですが、まあ、バンシーノルン、それからまあユニコーンガンダムもそうですけれども、まあユニコーンモードからデストロイモードっていう形でこう変形します。で内部フレームがですね結構こうスライドして動くっていうところがありますので、一応ですね内部フレームに関しても本当にこう稼働に関わりそうなところは、まあ、塗装はせずにですね、塗装しちゃうとこう動きがすごく悪くなったりするので塗装はせずに、あと、まあ、どうしても塗装するところに関しては、この辺ですね、まあ、マスキングゾルとか、あとこちらですね、まあ、マスキングテープでちょっとあまり塗料がかかってほしくないところは、まあ、マスキングしつつ塗装をやっていきたいと思います。それで一応ですね、この2つのパーツ、そしてでこの2つのパーツ、そしてこちらのパーツですね、これに関しては今回は塗装せずにやっていきたいと思います。まあ、どうしてもデストロイモードでの変形に関わってくるというのと、あとは組み立ててしまったらもう一切外から見えないパーツに多分なると思うので、まあ、この辺はね、僕は前回ユニコーンガンダムを作った時のちょっと記憶とか、あとまあ、説明書をですねこう確認しながらで、多分塗装しない方がいいかなと、僕なりにちょっと判断したところなので、この辺はですね塗装せずにやっていきたいと思います。でこれがちょっと本当に合ってるかどうかわからないんで、まあ、実際に塗装して作られるっていう方は、しっかりご自分で、説明書とか、まあ、実際にちょっと軽く組んでみたりして、確認しながら、塗装していただければなと思います。それではとりあえず塗装前のマスキングをですねまずはやっていきたいと思います。マスキングが完了しました。それで、まあ、結構ね自分で言うのもなんなんですけども、かなり、雑なマスキングです。まあ、これは塗り分けするのが目的ではなくて、まあ動く場所にですね塗料がつかないようにっていうのを目的に、マスキングをしているので、こんな感じになってます。
それで、次はですね、こちらの2つの塗料を使って塗装したいんですが、ABS 樹脂のパーツが、結構ありますので、そちらに関してはこちらのナイロン PPO プライマーですね、こちらを使って、一旦コーティングしてですね、そのまま塗装するとちょっと ABS 樹脂が脆くなったりするケースがあるので、一応こちらで一旦コーティングして、塗装をやっていきたいと思います。で、塗装に使うのは、こちらのエアダスターですが、この上の部分ですね、イージーペインターの上の部分をくっつけてますので、ちょこの2つを、カラースプレーのように、塗装をしていきたいと思います。塗装が完了しました。それで、先ほどご紹介してなかったんですが、こちらのチタンシルバーですね、チタンシルバーのカラースプレーで一部塗り分けしました。こういったパーツですね、ちょうどこんな感じになる、これとこれじゃないか、この辺か、この辺とこう一緒になるパーツなんですけれども、ちょっとね、色がこう変わってた方が面白いかなと思って、この辺はチタンシルバーで塗装しました。ちょっとね、まだ実際組んでないので、組んだらどんな感じになるかわからないですけども、ちょこちょこね、こうやって今後も塗装しながら、思い立ったこう色でちょっと色分けをしていこうかなと思います。それでは、これらのパーツに、今準備してます、このスミレ塗料を使ってスミレをやっていきたいと思います。前回塗装したこちらの、コックピットのパーツですね、こちらも加えて、今回のパーツ、今から組み立てていきたいと思います。ここまで組み立て完了したんですが、ここからがですね、結構な難所なんですよね。前にユニコーンガンダムですね、パーフェクトグレードのユニコーンガンダム作った時もここで結構ね苦戦しましたので、手が痛い。これがね、なかなかこうパーツが入らないんですよね。なので今回はこう前回みたいにちょっとこう大変な感じにならないように、ちょっとねパーツをヤスリで削ってます。なので前回ほどは苦戦せずに作れるんじゃないかなと思います。で、つまずいたのここですね。これをこう入れるんですけども、こ
ここに入れつつ、ここにもこう、ここを通すっていう感じなんですけども、ここがね、なかなか通らないんですよね。なので、今回ここをね、少し、ヤスリで削って、ちょっとこう細くしてます。で、あんまりね、削りすぎると、ここが甘くなって、スカスカになって、ね、これ、腕の付け根のパーツなんで、腕がポロッと落ちたりすることもあるかもしれないので、そんなにはね、削ってないんですけども、多少はね、削ってるので、なんとかすんなりいってほしいんですけどね。くそ。やっぱりすんなりいかないみたいですね。こう入れるんですよ。これを入れるときにここにね、こう入らないんですよね。これね、こう挟むっていうか、これね、ちょっとボコってなってるんですけど、ボコってなってる下に滑り込まないといけないんですけども、絶対にサイズが、ね、こう入れる方がね、分厚いんですよね。でもあんまりね、ここをスカスカにしちゃうと、ちょっとね、後々この関節がですね、こう、なんか柔らかくなりすぎて、腕がダランとかなったら嫌なんで、これあんまり削りたくないんですけども、それでここをね、こうグッと差し込むことだけに集中はできないんですよね。ここを、こちら側には、ここに入れつつ、ここにも滑り込ませるっていう、こう作り方をしないといけないので、これがね、たまらないんですよね。ああ、これ無理だ。ちょっと無理っぽいので、この部分ですね、この差し込む、この二股になっているこの裏側を、一旦削ってはいるんですけれども、さらに削ってみたいと思います。もうめちゃくちゃ痛いです、手が。ここはもう本当、あんまりね、甘くしたくないので、削るのは最小限に留めて、なんとかね、なんとか、ビタッとした感じでは、組み立てたいですよね。よし、お、入った。よいしょ。硬いな。ちょっとでも入ったら、あとは力ずくで、パーツは折らないように。ああ、いって。入ったかな。もうかなり痛いです。こう指が。ちょっとへこんで赤くなってるんですけども、このくらいね、ここをね、ギュッと押して、ようやく組み立てできました。とりあえず一番の難所をクリアできました。それではまた、組み立て続きをやっていきたいと思います。あとね、こちらのパーツも結構大変なんですよ。今これきっちり組み立てれてるんですが、これ肩のパーツなんですが、これね、下からグッと入れるんですけど、これがね、綺麗に上がりきってないといけないんですよね。で、要は、組み立てる前は、こういう状態ですね。こういう状態のパーツで、これにですね、ここを、こうグッと上げ、こう入れるんですけれども、これがね、こう、このね、今このシルバー、ね、チタンシルバーに塗装してるところのパーツが引っかかって、こう上に上がりきれてないで、こういう状態になってしまうことがあるんですよ。なので、これをね、ほんとグッと入れて、これね、下のパーツにこう噛んでいく感じなんですよね。なので、この下から今入れたこちらですね、ちょっとそうかな、こちらのパーツにもこれがこうグッとまたごして入るように組み立てないといけないので、これね、こうグッと入れるんですよね。だ下に入っていくので、これね、結構硬かったりするんですけども、こんな感じですね。今のこのシルバーのパーツが見えなくなるまでグッと上に上げないといけないですね。これで正常な状態ですね。まあ、ここが、ユニコーンガンダム作った時に結構苦戦した場所だったので、今回はね、少し気をつけながら、作ってみました。で、あとは、こちらも挟み込むだけなんで、スッとできますね。とりあえず今回はこの肩の、フレームの部分ですね。フレームの部分と、あと、まあ、胴体のお腹の部分のこのフレームの部分ですが、こちら組み立て完了しました。
やっぱり結構この肩の部分ですね、作る方は苦労されると思うので十分気をつけて作ってください。で、あとこちら塗装したところですね、ちょっとこうチタンシルバーになっているところがあると思うんですけれども、なかなかいい感じのアクセントになったんじゃないかなと思います。こんな感じですね、でこの辺がね、腕上に上げるとちょっとね、ちょっとこう見えたりする外装の部分から、ちょっとこう隙間からこう見えたりする部分なんで、頑張って塗装はやってみました。でもね、この辺がね、外に露出するんですよね。で腕がこう入るのでほとんど隠れてるんですけども、腕をね前に持ってきたり後ろに持ってきたりすると、この辺がねチラッとこうチラッと見えるんですよね。こんな感じになってます。でこちらお腹の部分のフレームはこんな感じになってます。でなんとなくね、こうやって見るとコックピットの部分見える感じですが、苦労してね塗装したんですがね、なかなかね見えないですね。さらにこう外装がこうね、ハッチがグッとくるので、ほとんどっていうかもうほぼ見えない状態になりますが、まあまあね、塗装すること自体が楽しいので、特に気にはならないですね、どうしても見たい時はね、こう下から覗き込む感じでこうやって見る感じですね。なんかね、赤く引いたラインとかもね、頑張れば見えますね。もうちょっと太めに、赤いラインガッと引いても良かったかもしれないですね。ということで今回はこのフレーム部分ですね、胴体のフレーム部分の製作をやりました。で正直ね、この肩の部分すごくこう恐怖してたので、なんとか無事にパーツを破損したりとか、せずに組み立てができて良かったなとは思います。で次回は、ここからさらに外装の部分ですね、そちらの製作も入っていきたいと思います。